こ城美駄美恵美酒。s 宮脇弘がお送りいたします。バラ色の日曜日の時間でございます。さて今日は本当に久しぶりに私の大好きなオペラ歌詞をご紹介させていただきたいと思います。私のうちの実家がございました長崎のね、あの、お店の真ん前がああレコード屋さんだったんですね。 で、そしてクラシック、ジャズ、シャンソン、単語、あり、ありあらゆるジャンルのものをね、全部、あの、視聴版で聴いて、それから買うか買わないか決めた、そういう時代だったんですね。で、それで囲いも何もなくて、隣り合わせにずらーっとこう何台か、あの、蓄音機が並んでおりましたね、プレイヤーが並んでいて、で、そこで書けるものですから、 こっちが何ぶ節をかけて広沢トラソーなんていうね、人とか、天中圏雲月なんていう人の何ぶ節がかかってると思うと、隣でね、シャンソンかかって、その隣で流行歌もうごちゃごとの判断でごちゃごちゃですけれどもね。で、それでも皆さん文句も言わないでね、あの、順番に聞いて、まあ、買ったり、買わなかったりしてましたけどね、いい時代でしたね。 で、その時に私は、えわあ、なんて綺麗な声だろ、うこれは、と思ったったのが、そのエンリコ・カルーソーであるとかね、ガリクルチとかね、あの、昔々のね、男女のオペラ歌手の歌だったんですね。で、それで、あの、オペラに関心を持つようになったんですけれども。 今日はオペラとかね、オペラ歌手とか、そういったものについてのお話しさせていただくんですけども、その中でね、私が特に好きだったのはね、あの、ベニアミーノ・ジーリっていうね、ベニアミーノ・ジーリという方なんですね、テノール歌手なんですね。テノールはね、頭のてっぺんにね、あの、響かせて、 歌うもんですから、テノールバカとかね、ソプラノの人はソプラノバカとかね、言われてね、バカにされるんですけど、あの、つまり脳に響くんでね、バカになるっていうふうに、まあ、からかわれてたんですけどもね。まあ、とにかく、そのベニアミン・ノジーリっていう人は、まあ、とにかく美しい声で、針のあるね、キーンとした声なんですね。 で、1910年代から50年代まで大活躍なすた方でね、1890年生まれで、1950年、57年に亡くなっております。で、このジーリーはね、20世紀を代表するオペラ界の大スターなんですね。同じイタリア人のね、あの、その先ほど申しまして、エンリコ・カルーソ。 うん、これが第二のカルーソーと言われたんですが、エンリコ・カルーソーはね、まだ録音技術がね、あの、レコード会社は何かもね、あの、きちっとできてない、もう本当にあの、メカニックなものがね、貧しい時代でしたからね。ですからあ、あの、レコードだけで聞きますとね、大味なんですね。でも、このベニアミノ・ジーリーはね、非常に、まあ、 なんていうんじゃ、細やかって言うんでしょうかね。あの、技術的にね、性格無比なテクニックって言われてね、音符の一つ一つがね、まあ、あだやおろそかにしませんでね。で、発生の神様とも言われてたんですけれどね、体中を共鳴させてね、で、無理がない。で、そういう、とにかく、生体がね、 美しい声を出すように神様がお作りになったんでしょうね。まあ聞く人たちがね、女性たちがとにかくその歌を聞いただけでね、もうとろけるようにたちまち恋をしてしまうというふうに言われたあの人なんですね。まあまあまあ、あの顔の方はね、えー、そんなにハンサムっていうほどの方ではないですけどもね。 声聞くとね、本当に恋をしてしまうっていう女性の気持ちがわかるような気がいたします。